FM ギナワンをお聞きの皆さん、おはようございます。声が返ってきてた、びっくり。大丈夫？ OK。 まだ返ってきてるよ、たま。2月22日モーニング8をこれから生放送でお届けいたします。時刻は7時30もう少しで6分を回ります。宜野湾市旧な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから、月曜日担当私金子真世がお送りいたします。皆さん、休日はどうお過ごしになられたでしょうか。私は昨日別のラジオ番組に出させていただいて、その後、ですね、読谷の琉球ランタン、琉球ランタンっていうところに行ってきました。紫村で、昨日まで開催されてたんですけど、初めて見ましたね。ああいう、提灯とは違うんだよね、ランタンってね。見たことある？たま。行きました。あ、行った？綺麗だよね。え、何月からやってたっけ？ 1 月？12月ぐらい。12月からやってたんだ。そう、たまたま昨日、その、ラジオのところにポスターがあって、あ、今日までじゃんって。で、朝からやってるんですけど、やっぱりね、点灯する時間に行った方が綺麗だから、夜行った方がいいよってことで、6時過ぎだね。8時ぐらいからかな。行って、そしたらもう寒いけど、やっぱ人がたくさんいて、なんかみんなでこのランタンを眺めながら、紫村を歩くんですけど、あんなにがっつり紫村歩いたのも初めてじゃないかなっていうぐらい。そう、紫村歩いて、そしてなんか、お店もまだやってるんですよね。ご飯屋さん？お蕎麦だったり、あと、ウィンナーとか、そう、そういうのも販売している方たちもいて、三線をね、生演奏している方も いらして、なんかすごいいい雰囲気だなと思って、うん、楽しんできました。皆さんはどんな休日過ごしましたか？ですね、今日のテーマが、苦手なもの、苦手なものです。ですね、私たくさん苦手なものあるんですけど、また後で苦手なものを紹介していきたいと思います。ですね、またメールもですけど、リクエスト曲もお待ちしています。メールアドレスが 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリーム、そしてツイキャス、映像と音声をネット配信してますので、 FM ギノワンをホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんツイートよろしくお願いします。じゃあ皆さんの苦手なもの教えてくださいね。よろしくお願いします。それでは本日のオープニングナンバーに参りましょう。本日のオープニングナンバーはミンミでハイビスカスです。どうぞ。
時刻は7時43分を回りました。 79.7MHz FM ギナワンよりお天気そして道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えいたします。今日2月22日、月曜日お天気は曇りです。東の風そして波は2メートルです。降水確率ですが、朝の6時から夜の12時まで、10% です。日中の最高気温は21度となっています。以上、天気をお伝えいたしました。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道からです。沖縄道上り下り、伊芸サービスエリア、そして夜間インターチェンジで、工事のため対面通行となっています。そして沖縄道上り下りですね。こちらは宜野座インターチェンジ付近から巨大インターチェンジ付近にかけて工事のためこちらも、対面通行となっています。規制されていますね。そして、沖縄道下り、巨大インターチェンジ付近工事のため、規制中です。ですね、南部、中部はそこまで規制されてないんですけど、北部の方ちょっと工事のために道路の規制が見られていますので、北部のお出かけの際、高速道路をお使いの方は、運転気をつけていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。続いて、一般道をお伝えいたします。ですね、沖縄県道34号線、前原交差点から大蛇名交差点にかけて一部渋滞が見られています。そして国道58号線、北から南にかけてですね、大蛇名から牧港に、長い渋滞が見られています。そして前原交差点でも少し渋滞が、見えているようです。そして公営では、今日も混雑、そして渋滞が見られています。月曜日の朝ですので、皆さんどうぞ運転に気をつけてください。よろしくお願いいたします。以上、道路交通情報をお伝えいたしました。さあ、ここでメールを紹介していきたいと思います。こちらは、ラジオネーム、うまごんさんからメールいただきました。ありがとうございます。マーヨーさんおはようございます。先週のマシャワールドで、マーヨーさんにメッセージ読んでいただいたうまごんです。ありがとうございます。そうなんです。先週ね、金曜日に、実は、DJ マシャさんという方のラジオ番組、私と、そして、金曜日担当の能見あずささん、そして木曜日担当の、イーズさん、イズミさんですね、3人で出まして、その時に、マシャさんに今日のテーマも決めてもらったんですけれども、そうですね、ウマゴンさん、週末いかがお過ごしでしたでしょうか。メール続き読んでいきたいと思います。モーニングエイト初参戦です。読まれたら今飛行機の中です。さて、苦手なもの。レーズンが噛めません。あ、いるよね、よく聞きます。チョコと思って何度もレーズンを噛んでは水で薬を飲むように飲み込んできました。そこまでしてレーズン食べたの。そんな僕が唯一レーズン入りを覚悟してでも食べたかったのが大阪にある陸老おじさんのチーズケーキ。チーズケーキ、知ってる？美味しいの？硬いチーズケーキ、柔らかいチーズケーキ？柔らかい方の。あるんだ、美味しそうだね。チーズケーキにレーズンがしっかりまぶしてあるんだけど、このレーズンを取り除き、レーズン跡地を我慢してでも、あまりあるケーキのうまさが20代思い出の味ですね。では、2月も後半頑張っていきましょうね、と来ています。レーズンよく聞くよね。わかる？なんか、誰だったかな？
芸能人の人ですっごい大好きで、遠足の時に3箱ぐらい持ってったって、レーズンので、おやつの時間に3箱一気に食べて、それからトラウマでもレーズン食べれなくなりましたとか、そうかわいそうだよね、もともと好きだったのに食べれないとか。あ、ウマゴンさんはレーズンか、はは、きっと他にたくさんいるとも同じ人ありがとうございました、続いてもう一通読みたいと思います。こちらはですね、ラジオネームが、最後の人かな、最後に書かれてること、あ、あった、ひふみです、書かれて書かれてる。そう、最後読もうとした。はい、サイマーヨー&ユニオン命のギノー、ギノーザラブ、ギノーワンだよね、きた。ギノーザな、皆さん先週の処方されます、された、マシャワールド効果は出てますか？出てますよ、ひふみさん。牛乳屋のひふみです。ごっくんちょ。もうね、出まくり。ね、メールたくさん来てるんだわね。今日嬉しい。ありがとう。また今週も、月曜日の分呼びかけてくれるかな、マシャさん。そして、オイラの苦手なものは、大好きなチョコフレークの中の袋を開けた時の、キュイーンって音と、隣の車線で鬼のように回るトラックの後ろタイヤと、挨拶程度のお付き合いの同じ階の人と乗るエレベーターの沈黙。あとは、牛乳？牛乳屋さんじゃないの？ひふみんさん、牛乳なんですか？苦手なもの？冷やみ勝ち、北斗、あ、東北。は？なんでなんで？牛乳苦手なんだ。意外。あんな牛乳進めてくるのに。っていうか、袋開けた時のキュイーンって音、嘘。今からほら美味しいのが待ってるって思ったら、私は全然何とも思わなかった音ですけどね。トラックのタイヤも結構怖いけど、エレベーターの沈黙もちょっと苦手だけど、ひふみんさんの見た目からしたら苦手じゃなさそうです。なんか、なんでも、かかってこいじゃないけど、強そうなイメージで見てましたので、まさか袋、そしてタイヤでエレベーターの沈黙が苦手だと思わなかったな。そうなんだ。まあ、いろんな方がいますね。ありがとうございました。どうしようかな、じゃあ。あ、わかりました。じゃあ、また今日は何の日を紹介していきたいと思います。さあ、続いては何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介いたします。2月22日、今日は旧暦の1月15日です。満潮が、夕方7時11分、そして干潮がお昼1時17分になっています。そして今日は猫の日。2月22日は猫の日ですよね。そして、1956年、野国総監の墓、県指定史跡にということですね。そして、世界友情の日、国際友愛の日ともなっていますよ。そして、これは大使会って読むの？太いに子供に会。大使会かな？そしてここにも猫の日ってね。そして今日は、あ、え、七草、そっか、そっかそっか、旧暦の七草がゆの日、あー、そしてまた夫婦の日、あ、22日ね、毎月なんですね。11月はまたいい夫婦の日なのかな。はー、そして今日は何があるかな、あ、牛乳の話題があります。牛乳自由販売となる1950年。テオヒフミさん、今日の誕生花はムクゲ、ムクゲです、花言葉はデリケートな美、デリケートな美ですよ。以上、今日は何の日のコーナーでした。
メールが見つけられない。さあ、続いてまたメールを紹介していきたいと思います。この方はイミッチおじさんからメールいただきました。皆さんおはまよおはたまー、イミッチおじさんです。さあ、今週も元気にお二人の声でスタートですね。しかし先週の金曜日の夜は貴重なショットでしたね。楽しい番組でした。個人的にはまよちゃんがたーまおいでーって呼ぶ声に癒されました。もうたまちゃんの首に大きな鈴をつけていい、かわいいはずよって、似合いそうつけようか今度勝ってからね。さてさて、今日のテーマは苦手なこと。おじさんが苦手なこと、それはこの番組をツイキャスから見てるとき、熱くもあるし冷ややかでもあるし、皿を洗いながらおじさんを見つめる司令官の視線が苦手です。モーニングエイトの時間帯は大体いらっしゃるので、おじさんは視線に耐えられず、お皿を洗いましょうか、洗濯物私が干しましょうかって、お伺いを立てます。なのでいつもメールだけしているのはそんな諸事情があってのことですので、よろしくお願いしますねってありがとう。それでもメール送ってくれるイミッツおじさん、ありがとうございます。本当にもう今日こそと言わんばかりに司令官の話題出してきましたね、またね。そっかー。もうずっとずっと、何々しましょうか、何々しましょうかしてるんですね。おかしいね。もう見てみたいさ、その光景を。こちらの方続いていきます。早見愛する猛虎会さんからです。たまっち、まよっち、モーニングエイトお聞きのリスナーの皆さん、たまーき、たまきエス、マヨチーズおはようさんです。2月22日か。に、に、リッチに、に、に、フィーバーどういうこと、に、に、に、フィーバーパチンコ、え、違う。はてんの。フィーバーじゃないですか、わかんない。たまはちょっと理解してるみたいですけど、私がちょっと。マヨタマ、今日はいいことあるぜ。テーマ、苦手なもこと、ものより苦手な人。俺はね、今、他局におるから大丈夫かな、笑い。山内さんだな。ええや。言ったよ。サザンビーズの時に、いつも怒ってくるし、俺何もしてないのに、いつも言われっぱなしよ。突っ込んでくれるのは嬉しいんやけど、コメント拾ってもらえないのは、俺はいいコメント書き込みしてないし、毎日のことやから慣れてきたわ。慣れちゃダメだよ。サザンブリーズの時の山内 GM が苦手だな。今日も拾わないぜ。以上だ。リクエスト、牧野由依ふわふわなかったらゴールデンボンバーめめしくて、たーまよろしくお願いしますってことで、今日もテーマと合わせたちょっと曲ね、選んでいただきました。ありがとうございます。はい。では、今リクエストいただいた曲流したいと思いますよ。ゴールデンボンバーでめめしくてです。どうぞ。
この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えいたします。まずは琉球新報の社会面からです。中部救急インフルエンザで危機。中部地区医師会は21日までにインフルエンザの流行で中部医療圏での外来や入院患者が大幅に増え、救急医療体制が危機状態にあると発表しました。医師会では、まず体調が悪いときは早めにかかりつけ医や、診療所を受診する。そして重症でなければ休日や夜間の救急病院の受診を控える。そして休日、夜間の急な子どもの病気は小児救急電話相談で相談などと呼びかけています。続いて琉球新報の総合面からです。上田藤本初 V 沖縄マラソンです。第24回2016沖縄マラソン、21日沖縄市の県総合運動公園を発着点に開催されました。大会には16,195 人がエントリーし、フルマラソン部門に11,330 人、10キロ部門には2,278 人の計13,608 人が出場しました。フルマラソンは制限の6時間15分内に8,918 人がゴールし、完走率は 78.71% です。続いて沖縄タイムズの総合面からです。癒しの風満喫。ウォーキングやサイクリングなどで地域の歴史や文化、自然に親しむ2016沖縄エコスピリットライド&ウォークイン南城市が21日市内のホテルを発着点に開催されました。ノルディックを含む3部門の参加者は思い思いのペースで進み、心と体を癒しました。続いて沖縄タイムズの地域面からです。寒さに負けぬ熱戦プレー。宜野湾市大山グランドゴルフ大会。宜野湾市大山区老人クラブの第2回グランドゴルフ大会が15日市陸上競技場で開かれました。宮城会長が本クラブは350人の大所帯で県内有数、今日は気温も下がり風も冷たいが寒さを吹き飛ばそうと挨拶しました。以上、沖縄タイムス琉球新報から記事をお伝えいたしました。
宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニング8を月曜日担当の金子マヨが生放送でお届けしています。おはまよ皆さん、やっと言えた。さっきメールでね、すでにおはまよと言ってくださった方がいるんですけど、げ今日行ってないさと思って、やっと8時の時に言えましたよ。おはまよ皆さん、今週もよろしくお願いします。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。今日のメールのテーマは、苦手なものです。メールアドレス797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートよろしくお願いします。この後のモーニング8では、ワッタージノン自慢、そして、そっか、私のコーナーもあります。その後に、メール、メッセージボックス、そして、突撃朝ごはん。最後にチュラガンジュ体操をお届けしますよ。どうぞ最後までお楽しみください。じゃあ一通メール紹介したいと思います。この方からいただきました。 AKB ファンさんからです。まもなく3時になります。たまたんまよたん FM ギノワお聞きのリスナーの皆さん、おはたまおはまよおはおはようございます。俺はですね、ツイキャスコメントのことはぐじゅぐじゅ言いません。ストレス溜まるばっかりだから。テーマ、身勝手なこと、いや苦手なもの。俺はでね、ケムシですわ。まあわからんでもないけど、ケムシ苦手な男性は強そうだよだと思ってました。夏になったら木の上からポトポト落ちてきて、服についたらうわってなりますわって。わかる。ほら、前の左肩にオスのハエが止まってるわ。ハエはなんてもないよ。以上、リクエスト森高千里、ハエ男。本当にあるの、ハエ男って。タマよろしくですって来てる。わお、そんな歌があるんですね。すごい。私もダメ。ケムシ、イモムシ、イモムシがダメです。まだ毛が少し生えてるのはいいけど、あのツルツルな感じダメです。うーってなります。ちょっとツイキャス読んでいきたいと思いますよ。ですね、だいぶ遡っていきたいと思いますね。銀座のエンジェルさん、おはようございます。東京は曇り空で寒い朝ですよって来てますね。一服堂さん、おはようございます。朝準備しながら聞かせてもらいます。ありがとうございます。そして八方民さん、月曜日の合言葉、おはまよう&おはたまーと来てますよ。ありがとうございます。そしてシグナスさん、まよさん、おはまようと来てますね。そう、みんなね、なんかコインツイキャスにね、コインをたくさん皆さん入れてくれて、延長ができるのよ。もうありがとうございます、本当に。そしてひふみさんからも、おはようと来てますよ。一服堂さんは乳製品が苦手みたいですね。ピザとか生クリームだと平気とは言ってるんですけど、チーズケーキはさっきね、食べれないって来てますね。うん、そう、素材の味が苦手だからココア入れたら大丈夫って。ヨーグルトもブルーベリーソースとか混ぜたら大丈夫ですって来てますよ。そうなんだね。そしてですね、シグナスさんの苦手なものは早めの起床って。今の時期の早めの起床はね、きついですよね。太郎介さんは苦手なものが雷にお化け、あとは高いところ、高所恐怖症かな。私もお化けは苦手ですけど、お化けの感動する映画ドラマがあって、それを2年前ぐらいにハマって、そしたら気づいたらさ、夜中までずっと見てたわけね、この続きをずっと。そしたら意外と、あ、お化けって会ってみたら怖くないかもなって思ってきてました。ほんと一人でトイレ行くのもずっと怖かったんですよ、大学2年3年ぐらいまで。でも、そのドラマ、あるドラマがあるんですけど、それを見たら、そう、お化けにもなんかいろいろ事情があるんだなと思ったら、なんか許せました。怖くないやと思ったの。そして、リスちゃん、オーハーマヨネーズ、マヨの上からケチャップってきましたよ。カリーバーの、オッケー。ターマ、これ落書き
もうこの子よ、急いでるのかさ、わからない。はい、今、森高千里さん、早男を流してますね。流してる？あ、今から。びっくり。これかなと思ったさ。はい、じゃあ聞いてください。早男です。どうぞ。さあ今日は、ゲストさんをお迎えしています。おはようございます。おはようございます。おはようございます。朝早くありがとうございます。自己紹介よろしくお願いいたします。はい、私はエア沖縄グループ総務企画部企画チームの平真理子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じくエア沖縄グループ総務企画部財務経理チーム、はい、崎浜あかねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じくエア沖縄グループ総務企画部企画チームの岡島と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すみません、エア沖縄ということは航空会社でしょうか？はい、はい、エアそうですよね。まあ微妙に違いますけど、まあ、そうなんですか。航空会社の
なんですかね、地上の支援の仕事をしている会社になります、ね、そうなんですか、はい、あ、じゃあ日頃どのようなお仕事をされているかというのをちょっとお伺いしたいんですが、いいですか。はい、お願いします。沖縄では、はい、主に那覇空港の、カウンター業務を行っております。はい、あの皆さんがよく空港にいらっしゃるときに、あの一番最初にカウンターでお出迎えするのは、あのエア沖縄の社員でございます。あ、そうなんですね。はい、出発ロビーの中の搭乗案内も行っております。はい、あ、じゃあそれ主な仕事ですか。そうですね、はい、私どもあのエア沖縄と、はい、グランドシステム沖縄、うん、2社であのグループとしてですね、はい、いろいろ、仕事をしているんですが、グランドシステム沖縄の方はちょっとまた違う仕事になりますので、はい、こちら崎山さんの方から。はい、お願いします。はい、弊社グランドシステム沖縄の方はですね、はい、同じくエア沖縄と同じく業務委託をされておりまして、はい、まずエア沖縄の職員が空港のロビーの方でお迎えする、はい、という形になっておりますが、うん、その後の手荷物ですね、お客様からお預かりしたお手荷物、はい、そちらをまあ瓶ごとにコンテナに詰め込んだりとか、 あと機内に運び入れたりするような形の業務になっておりますね。はい、そうなんですね。はい、あ、全然私もう知らなくて、もうある会社で、なんていうんですか、この航空会社の中にエア沖縄というところがあって、そこがもうすべてもう飛び立つまで、そして着くまで、まあ同じですね。荷物を運んだり受付したりっていうのはそうですけど、うん、想像したのとちょっと違ってたので、あ、はい、じゃあまずは沖縄さんに本当に皆さん、ね、沖縄から飛び立つときに、まずお世話になって、そしてもう着くまで、もうずっとじゃあサポートしてるっていう、そんな感じなんですね、きっと。そうですね。はい、本当に飛行機の周りで仕事している、ANA グループの、はい、飛行機であれば、はい、まあ、ほぼほぼ我が社の社員であると思って間違いないです、ね。あ、はい、あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあ、私もよく行くので、あ、お世話になっています。はい、こちらこそ本当にありがとうございます。よく使っています。はい、あ、そうなんですね。はい、あ、なんかこうやって空港行くときにまたちょっとね、違う目線で、いろんな仕事を見れると思うんですけど、はい、今日は求人募集というふうに、聞いていますが、そちらも今大丈夫ですか。はい、よろしくお願いします。はい、弊社では、那覇空港で一緒に働いてくれる社員を募集しております。はいはい、飛行機が大好きな方、また空港にの業務に興味のある方、はい、ぜひ空港に来ていただいて、一緒にANA の社員として頑張っていきましょう。はい、あ、はい、よろしくお願いします。どのですか、やっぱ社員さんって飛行機好きが多いんですかね。そうですね。はい、旅行も好きな社員も多いですし、はい、飛行機が大好き。じゃあやっぱ話も合いますか、職員さん同士というか。そうですね、日頃飲み会とか、うん、はい、あと班のミーティングとかのもありますので、はいはい、みんな仲良くしております。そうなんですね。はい、じゃあ仕事環境もきっといいということなので、ぜひ飛行機が好きな方、そして旅行が好きな方は、連絡先とかお問い合わせ先とかも、お伝えいただけたらと思うんですけれども、よろしいですか。はい、その前にですね、ちょっと私の方で喋って、はい、エア沖縄の方なんですけど、はい、今ですね、エア沖縄グランドシステム沖縄2社の話をしたんですが、2社とも募集をしてまして、はい、で今ですね、弊社ではほとんどの社員を正社員化ということでやってまして、はい、正社員を募集をしておりますので、先ほど旅行好き飛行機好きとかもそれにも関係なくてですね、はい、ちょっと興味があるなとかですね、うん、ちょっと会社の説明会とかに来ていただければいいかと思いますので、うん、この話をちょっと平野の方からちょっと紹介させていただきます。よろしくお願いします。はい、会社説明会が、はい、来月行いますので、はい、皆様興味のある方はホームページを、はい、まず確認していただいて、はい、日程の方を確認していただいて、ぜひご参加ください。はい、ホームページはエア沖縄グループと検索、検索はですね、はい、エア沖縄、エア沖縄グループ、グランドシステム沖縄、どちらでも大丈夫、ヒットすると思います。はい、
で、そこからリンクもありますので、はい、あとですね、ちなみになんですが、今、2月の1日からですね、はい、3月31日までなんですけど、今、テレビで、CM でですね、採用募集も一応 CM でも今やっています。はい、それもちょっと見ていただければなと思って。そうですね、テレビ CM を皆さんチェックしていただけたら、はい、そうですね、どういうものなのかっていうのをまたそこで分かると思いますし、はいはい、そしてぜひ、ホームページでも検索していただきたいと思います。はい、エア沖縄、エア沖縄グループ、そしてグランドシステム、グランドシステム沖縄、ね、はい、じゃあどれでもヒットすると言います、はい、言っておっしゃってますので、皆さんぜひ検索してみてください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ他にお伝えすることとかありましたらお願いします。はい、詳しいお電話番号を申し上げておきますね、はい、エア沖縄グループ総務部、はい、総務チームで098-858-2862、同じくグランドシステムの、代表番号が098-891-9600となっております。はい、ありがとうございます。ぜひこんな機会ね、なかなかないと思いますので、皆さんぜひ連絡して、もし興味のある方、ちょっとどんなかな、自分どんななんだろうなって思う方も、ホームページチェックしていただいて、勉強会に参加、説明会ですね、説明会に参加していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあまた3月ぐらいに、あ、はい、どうぞ。はい、あとですね、はい、ちょっとご紹介したいんですことがありまして、はい、今2社の名前が今出てきたんですが、はい、実はこの2社が4月1日にですね、経営統合することになりまして、はい、1つの会社になります。で、1つの会社になって、はい、ANA 沖縄空港株式会社っていうANA グループの会社に変わることが決まっていまして、それも含めて今日お伝えしたいなと思って、はい、来た次第なんです。あ、はい、すいません、ありがとうございます。私3月にもぜひ使う予定なので、はい、その時もじゃあまた ANA でよろしくお願いいたします。4月1日からはANA 沖縄空港株式会社でまたヒットするかと思いますので。わかりました、はい、そうなんですね。今那覇空港は2020年に向けてですね、まあ、はい、いろんな航空会社も増えてますし、はい、沖縄自体 の本当に離発着する航空機の数でしたり、うん、利用するお客様の数もどんどん右肩上がりで増えてまして、うそうですよね、はい、もうたくさん来てますもんね。そうですね、弊社もそれに伴って従業員数がもう、はい、もう足りないと信じられないぐらい足りない状況でして。嬉しい悲鳴ですね。ちなみに今度の4月の内定で、はい、120何名だった、46、まあ、その120何名かが入社することはもう決まっていまして、はい、それでも全然足りないということで。すごい、あとですね、ちなみにこの124名だったと思うんですけど、はい、この方々は4月1日から先ほど言ったように ANA 沖縄空港株式会社っていうANA のグループ会社になりますので、はい、入社式が羽田空港の格納庫の中で、はい、はい、飛行機の前で、はい、そうなんですか、120名余りを引き連れてですね、入社式に参加してくる。見たい。もうね、いいはずってみんな先輩たちは言ってて、我々の時行きたいです。こんなの、でどうにかして俺も引率でどうにか行く手段はないかって今考えてるんですけど、なかなかないです。お留守番をして、どうにかどうにか。すごい、素晴らしい、そういうこともあるんですか。はい、そうですね、はい、わお、いいな、私も行きたいみたいです。かっこいいはずね、たまね、まあ、ある意味修学旅行みたいな感じですね。はい、だから行く前からですね、はい、もう教育をしっかり事前に集まっていただいて、そういったことも丁寧にですね、説明会をやったりとか、あとは、まあ、親御さんとかも心配される方もいらっしゃると思います、はい、親御さんに対しての社内の見学会を開催したりとかですね、あ、そうなんですか、その社員、うん、入社する希望する社員ではなくて、そのお父さんお母さんたちも安心ですね。そうですね、そういった説明会、どういう職場で仕事してるんだろう、どんな環境でやってるんだろうってやっぱ不安があるかと思うので、そこもね、きれいにオープンにしていこうっていうことで、弊社として取り組みをしています。はい、あ、素敵ですね。あ、だったらお母さんお父さんもちょっと楽しみにしながら行ける。そうですね、どうなってるんだろうってね、はい、いけますもんね。ちょっとツイキャスかな、コメント来てるんですけど、ご存知ですか、ちょっとお名前を言ったらあれかなと思うんですけど、はい、そう、
コメント来てますよ。後でちょっと伝えててください。社員だったら名前言っていいよ。あ、いいのかな。人事チームのリーダーから来てます。ありがとうございます。上原チカラさんから来てますね。マイナリーダーです。マイナリーダーです。もう言っちゃう、言っちゃった。来てます。言ったもん勝ち。ありがとうございます。ありがとうございます。見てるみたいなのでありがとうございます。あ、もう本当盛りだくさんの話を、今日していただいたんですけれども、うん、もう一度だけ連絡先、あのお問い合わせ先だけ言っていただいてもよろしいですか。はい、すいません、お願いします。エア沖縄の代表番号が 098-858-2862、はい、同じくグランドシステム沖縄の代表番号が 098-891-9600 となっております。はい、ありがとうございました。本当にもうね、まだまだ時間があったらなんか入社式の話とかちょっと聞きたかったけど、ね、私もあと15分ぐらい喋りたい聞いているんですけど、いえいえ、とんでもない。あ、じゃ あこの後また行かれるんですか、講座の方に。そうですね、連チャンでこの後 FM 講座の方に、はい、お邪魔させていただきます。わかりました。すみません、あの説明会の日程ももう一度だけお願いします。はい、説明会がですね、はい、あの数日間にわたり、あの、はい、設けておりますので、何回か開催する日がありまして、はい、あ、はいはい、あのウェブで、あのホームページで確認していただけると、ね、うん、一番いいかと思います。はい、時間と、はい、そうですね、エア沖縄グループと、エア沖縄と、あのグランドシステム沖縄とまた日程が違いますので、あ、ね、あのご希望 あの職種の、うん、説明会をご自身で選んでいただいて、あのぜひ皆様ご参加お願いいたします。はい、なるほど、わかりました。ホームページからじゃあ皆さん日程の確認よろしくお願いいたします。じゃあそのままレンチャンで行かれるということで。そうですね、運転気をつけてください。はい、いえいえ、何時からですか、次は。9時半ぐらい。あ、じゃあ約1時間後ですね、皆さん。じゃあこの番組も終わってるから。そしたらまた次の番組聞いてくださいね。皆さんよろしくお願いします。じゃあ気をつけてまた小座の方に、はい、行かれてください。多分混むと思いますので、ライカムの辺が。はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。
さあ、ここでメールを紹介していきたいと思います。この方からメールいただきました。銀座のエンジェルさんです。まよちゃん、ターマー、そしてリスナーの皆さん、おはようございます。月曜日モーニング8、合言葉を皆さんで、せーの、おはまよ、おはたまー。なんだ今のまと思った方すいませんね、ちょっと諸事情で何かはありがとうございます。何かはですね、ユーストリームそしてツイキャスをご覧の皆様は少しわかるかもしれないですね。今週の朝もまよちゃんの笑顔とターマンの声で元気をもらうためにツイキャス拝見しています。今は5時過ぎ、いつも勤務中にメールできないので朝早くに頑張ってます。ありがとうございます。先週は Facebook にテーマが載るのが遅かったのでテーマについてメールできずにリクエストのメールですいませんでした。いやいや、とんでもないです。私がですよ。私がね、 Facebook に載せてなかったのごめんなさいね。今週のテーマ、苦手なこと。自分は初対面の人と話すのがとっても苦手で困ってます。何かいい克服法ありませんかねってことなんですけど、そういえば、まよちゃんの苦手なこと、芋虫とかスパイシーなものとかわかるけど、プールとかって、もしかして水着を見られるのが嫌なのかな、それとも目立ちすぎて注目の的になるのが嫌なのかな、それの方がいいね。後者がいいですね、まだ。望み。ターマの苦手なことってなんだろう、放送で聞くのが楽しみ。この曲をまよちゃんとターマーに送りたいと思います。リクエストザードのマイフレンドお願いしますね。まよちゃんターマー放送ちばってくいみそれって来てますよ。ありがとうございます。克服法？いや、まず私のプールの説明しないといけない。じゃあ、私、小学生の頃までプール大好きで、でも、中学になると、プールって深くなるじゃないですか。身長に合わせるから。もうほら、身長伸びていくでしょ？中学生、高校生はね。だから、プールの何？周りはいいわけよ。周りは。でも、真ん中あたり、本当にプールの真ん中が、すっごい深いの。で、私、深いとこがダメです。すっごく怖くて。で、もうだからプールいつも嫌で、先生水着忘れました、水着忘れましたって言って、中学から高校まであんまりプール入った記憶がないのね。そう、プールのあの深さと、水の中がちょっと怖くて、苦手。芋虫とスパイシーがなんとなくわかるでしょ？ね。たぶん苦手なのある？何かあるかな？苦手なもの。あんまりないなぁと思いますけど。本当？はい。全然大丈夫。うん。なんか、あれも嫌だしとかってありそうだったけど。いや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 。へぇ。まあでもなんかお化け、全然霊感とかないんですけど、うん、お化け、こういうのはちょっと、なんか嫌。じゃあ怖いのとか一人で見れない、うん、いやいや、それは見れる。見れるけど、うん、なんか、なんで見たんだろうな、みたいな、なんかこの気持ちにはなる。だからトイレ行くのめっちゃダッシュで行って、なんか、みたいな。まあやります。そのターマー想像しただけでね。デイジューキルさ。そっか、初対面の人と話すのが苦手なのは、なんとなく私もわかるんですけど、気持ち。でも、なんていうのかな。もう私ぶつけちゃいますね。とりあえず、私はこんな人ですっていうのをぶつけます。最初だけ。二回目からちょっとお人よしになるけど、最初は、どうも金子まえですみたいな感じで、よろしくお願いしますみたいな。とか、同級生とかだったら、ねえ、名前何？とか、なんか共通点探しますね。どんなかな？男性でまたね。難しいですけど、でも自分からやっぱ開いていくことじゃないですか。ちょっと苦手だけど、やっぱそれがどんどん克服になっていくと思う。自分からってちょっと頑張ってみるのがいいかと思います。どんなかな？私もちょっといい方法を見つけておきますね。銀座のエンジェルさん。では、リクエスト曲かけたいと思いますよ。銀座のエンジェルさんからのリクエストで、ザード、マイフレンドです。どうぞ。
ハンマーかけてちゃう。突撃あなたの朝ごはん教えて。このコーナーは FM ギノワのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ今日の朝ごはんを教えてもらうというちょっと迷惑な企画です。もう後ろで流れてますね。もうこんな感じでいいんだね、いつもこんな感じでいい。どれかな。そう、実は私今日携帯忘れちゃって、お家に。そしたらターマンのちょっとスマホ借りてとある方に電話してます。でも出ないね。あ、いや一回切ってもう一回かけていい？ごめんね、一回切りましょうね。なんか先週もこんな感じだった気がするね。別の人だけどさ。あ、撮った。もしもーし。もしもし。今電話鳴ってました？うん、なんか携帯見てたから鳴らなかったけど、あれ撮った。どういうこと？おはようございます。おはようございます。名前お願いします。FM ギノワスタッフの林泉です。そう、イーズーさんおはようございます。おはよう、マヨ。寝てました。携帯忘れたって？そう、携帯忘れたの。そう、今日さ、急いで朝来て寝坊してから、今年初めての寝坊。やってしまうんだと思ってかな、ダッシュできたら、携帯がないと思って。いつも私、漢字変換のために携帯使うんですよ。はいはいはい、新聞読むときの。だから、あ、大丈夫だ、今日のなんか漢字は読めそうだなって思ったら、そういえば、電話番号がないと思って、たまに、ねえどうしようみたいな、イーズーさん大丈夫かなって言ったら、かけてくれて、イーズーさんも撮ってくれました。ごめんね、大丈夫です。ありがとうございます。あ、起きてたんですか？これ寝起きの声じゃないんですか？うん。半分。半々。あ、イーズーさん。体調不良で、ちょっと。嘘、ごめんなさい。びっくりしてた。あ、ごめんなさい。あの、30秒で終わらせます。うん、全然大丈夫。あ、そうですか？うん。ほんとごめんなさい。あとでなんか届けに行きますね、フルーツでも。ありがとう。はい、待っててください。はい、あ、ごめんなさい。頭が早くて。朝ごはん、そうそう、はい、朝ごはん教えてください。そう、ね。今日は目玉焼きと、はい、ウインナー焼いて、はい、パン焼いて、はい、食べようかなと思ってました。あーイーズーさんってちょっと思ったんですけど、うん、なんかベジタブルって感じなんですよ、はいはい、私イメージベジタリアン、ベジタリアン。あ、本当？うん。だから今、うん、野菜をバッて言ってくるかなと思ったら、うん、あ、意外となんか私と近いものを感じました。そう、なんかね、最近夜は野菜を結構取るようにしてるんだけど、はい、ちょうど切らしてて。あ、そうなんですか。あ、いいな。なんかあるもので。あ、いいですね。朝ごはんって感じ、本当に。目玉焼きね、うん、ウィンナー、パン、いいな。じゃあそれももらいに後で行きますね。うん。え、イーズさんの、ね、うん、携帯があんまり聞こえない。そうなんだ、ごめんなさい。え、じゃあすいません、そろそろ終わりということなんですけど、うん、今日ちょっと時間が押してて、うん、じゃあまた後で連絡します。はいはい、お大事に。はい、早く直してくださいね。うん、ありがとう。はい、じゃあありがとうございます。あともう少し、はい、はい、頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。はい、さあ、泉さんの朝ごはん、目玉焼き、そしてパン、ウインナーということで、今切れたね。そうそうそう。ね、いい朝ごはんって感じでしたね。ありがとうございました。こっちサビタンでした。肩回し。長寿沖縄昔の話、今じゃ肥満が日本一、これでいいのか自問中。それでは踊っていただきましょう。拍手2回、左に一周、ジュラガンジュ体操、右手で力こぶ、繰り返します。両手を広げて閉じます。繰り返します。ちょっと待ってのポーズ。
でもちょっと待ってメタボリック。体をひねります。リズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、繰り返します。膝タッチ4回。歩いていくのは難儀だから、マイカー使っていきましょう。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待ってメタボリック、気をつけて。体をひねります。リズムを取ります。右からバンザイ、右から下ろして横を押します。左手からバンザイ、左から下ろして横を押します。膝肩バツ、足踏み、ストレッチ、猫ぎ、リズムを取ります。空手の突きを4回、受けを4回、リズムを取ります。右に一周。今日も元気に頑張りましょうね。拍手2回。モーニングエイ、ちょっと急ぎ足でメール読んでいきたいと思いますよ。こちらの方からいただきました。ミッドナイトスターさんからです。おー、マヨラーカンタマちゃん、俺だぜミッドナイトスター。金曜の夜は楽しかった。マヨラーはマヨネーズの匂いしなかったよSK1 だったよ、ドリエビ。カンタマちゃんは可愛かったよ。君たち俺が80代のおじいと思ってただろう今度お利口するから飲みに行こうね。ちゅしてからね。テーマは Facebook に山内が友達かもって出てきたからだな。とりあえず俺はスルーした。へへん。しかしカンタマちゃんとマヨラーの目がハートになってたけど、なんでね。まさかだけど俺のあやたか。しかしマヨラーのカバンに学ランのボタンがたくさんついてて、みんな今度ちょうだいこれはいはい、待ってごめんね。してからカンタマちゃん、アイスクリーム今度食べに行こうね。ちゅカンタマちゃんは黄色と黒のちゃんちゃんこが似合いそうだな。よしバーガーキング行ってくる。そう、国体チャタンだよ今日も何もテーマに沿わないメールウケるさ、本当にいつもありがとうございます。学ランのボタン今度開けますね普通じゃないからねこの方からメールです。まあ、おはよう、マーヨー &FM ギノワンさん、ひふみです。ごっくんちょ、猫の日のリクエスト。歌詞が猫っぽいから、イルビスのダ・フォックスをお願いしますって来てますよ。ありがとうございます。続いてはこの方ですよ。この方はですね、エコザイルスでエコザイルさんからいただきました。マーヨー、タムちゃんおはよう。メールは初めましてだね。そうですね、自分が苦手なのは可愛いねーねーかなじゃなくて、かだね。ガジャンか、ガジャン、ヘビだ。あ、違う、かだ小さい頃は掴むのも平気だったけど、今は掴めないさ。あ、ヘビ、ヘビ掴んでたの。あ、クモや都の方言でゴキブリは平気だけどね、時間までワイドじゃあ後からやーって来てますよ。私もゴキブリ平気、そう、全然大丈夫、掴めないけど。嘘、掴めないけど、なんか虫だなって思わん思わんかタワーが全否定してるさ、横でごめんね。次メール読みますね。はい、ですね、この方からいただきましたよ。マヤさん、タワーさん、おはようございます。これはもうカズさんって呼んでいいかな。カズさんね。さて今日のテーマ、苦手なものなんですが、やっぱこの季節の早起きかな。毎日朝4時起き、布団から出にくいよ。でも目覚ましを使用してるからなんとか起きてます。それでは放送終了まで頑張ってくださいね。カズ寄りてきてますよ、ありがとうございます。
もうマシャさん効果ですね。ほんとたくさんメールいただきましたよ。最後この方からです。ラジオネームてっちゃんさんからいただきました。まよさんおはまよ。まよさん、先週のマシャさんの番組出演お疲れ様。最高に楽しかった、ありがとう。今日のテーマ、意外な苦手なこと、苦手なもの。苦手なものは超激辛がつく食べ物で、特に唐辛子が一番嫌かな。他には草屋とかドリアもかな、一番嫌で、他にもハブやハブクラーゲンが一番嫌かな。特に毒を持った生き物が苦手。苦手なことはあまりないかな。今日も一日頑張っていこうね、ファイトーって来てますよ。ありがとうございます。そうなんだ。私、生き物はね、まあ、こう言っていいのかわかんないけど、海で生活する哺乳類がダメですね。シロイルカとかシャチとかクジラダメなの。大きい、そう、可愛いって言うさ、みんな。でも自分、なんていうのかな、あんなに大きいものがこの世に存在すると思ったら、なんか恐怖心がある。そう、ピノキオの話をちっちゃい時に聞いた時に、ピノキオって食べられるさ、クジラに。なんかこれからなんだよね。これから食べられるイメージじゃないけど、そう、ちょっとね、怖い気持ちがありますね。2メートルだよ、だって白イルカとか。イルカなのに2メートルって、なんか、そうでもないか。サーマンはそうでもない顔してるから、残り2分です。はい。わかりました。もうメール今日たくさんありがとうございました。もういろんな方がね、苦手なものを答えてくれたんですけど、トマトが苦手って方だったり、あと関わらないものはもう全部苦手ですねっていう方とか、あと魚類が苦手とか、やっぱ苦手なものって誰にでも存在するのかなって思いました。ハーマーぐらいじゃない、苦手なものがあんまりないですねねえそうね、人も2メートルの方いますもんね。そういうのは大丈夫なんだよな。なんでかな、海で生活している哺乳類が本当ダメで。今バックではエルビスのザ・フォックス流れております。この歌面白いよね。この歌好きよ。私の弟もハマってた。そう、また来週月曜日、私モーニングエイト月曜日担当です。タマ来週はいるね。タマちょっと外れる。来月か、来月タマじゃなくなっちゃうか、ちょっと寂しいんですけど、また来週も私とタマで元気よくモーニングエイトをお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そう、私携帯忘れちゃったので、アズさんのメッセージを読むことができなかったのね。だからFacebook の方にちょっと載せれる範囲載せたいと思いますので、ちょっと許可を取ってね、載せたいと思いますので、今日朝言えなかった部分、また皆さん、私の Facebook、 ガネコマヨの Facebook で確認していただけたら嬉しいと思います。お願いしますね。はい、載せますよ。オロツさん、ツイキャスでコメントくれるオロツさんね、アツさんのファンなんで見に来てください、ぜひお願いします。もう残り約30秒となりました。今日も皆さん本当にメール、そしてツイキャス本当にありがとうございました。嬉しかったです。また来週も聞いてください。もちろん明日ミノーさんの火曜日も聞いてくださいね。楽しいと思いますよ。盛り上げてくれることでしょう。また来週お会いしましょう。来週はまたズンバの話、そしてイベントのお話もしていきたいと思いますので、ぜひ聞いてください。モーニングエイト月曜日担当、ガネコマヨがお送りしました。ありがとうございました。また来週お会いしましょうね。バイバイ。